次に高橋静子君、はい、高橋君、はい、日本共産党の高橋静子です。本日は4人の参考人の皆様、お忙しい中本委員会にご出席いただき、また貴重なご意見を賜りました。大変ありがとうございました。早速質問に入らせていただきます。まず中井参考人に伺いたいと思います。まず一番知りたいのは、なぜこの法案が宅地造成等規制法の改正というスキームだったのかということであります。6日の質疑、政府との質疑の中でも、やはりどうしても、規制される盛戸行為の内容とか、さまざまな基準となるべき問題が現行法ベースというお答えに当然なってくるわけなんですね。そうするとやっぱり期待されていたのは、もっとこう広い範囲、もう自治体の条例はそうであるようにエリアを指定しないで許可があり届け出がありみたいな、そういうイメージを持っていたと思いますし、また建設残土の発生から最終処分まで追いかける仕組みや、発注者元請けから始まって責任をの所在をこう明確にした規制ということを、期待されていたかなと思うんですが、どうしてこの宅地っていうところにこうなっちゃったのかということを伺いたいと思います。中井参考人。私もその点についてはあまり定かではないんですけれども、おそらくは、もともと盛り土という行為は、宅地を造成する中でかなり行われていたので、そういう意味ではですね、宅地造成法という中に、かなり技術的な基準等も整備されていたということで、そこがベースになってということなのではないかなというふうに思っております。あとはどこがその共感というか主観するかというようなことでいきますと、やはりこういったの技術者あるいはそのマンパワーを抱えているところという意味では、都市をやはり担当をしていた、都市地域に当たる宅造法というのが、やっぱりそこでもベースになったのかなというふうに私想像ですけれども思っておるところでございます。以上です。高橋静子君。そうすると、法律をこうなんていうんでしょうかね、具体化していく上でね、技術的な理由って言いましょうか、基準の決め方とか、それをこう審査する人の部署の力とか、そういうふうなことを中心に考えたのかなっていうのは分からなくもないんですね。ただこの間も議論をされているように、人家に必ずしも近くなくても、やっぱり山林からの影響もねありますよねっていうことも言われていたし、そのことをどう考え当然踏まえるべきだって思いますのと、それからやっぱり自然環境の関係、これは人家と直接結びつかなくても、でもやっぱり水源地でありますとか当然影響があると思うんですよね。そういう意味でもそこをこう含んだものにしていくっていう必要があるかなと思っているんですが、もう一言ご意見を伺います。中井参考人。この盛土による災害の防止の検討会でもですね、発言をさせていただいたところなんですけれども、法律の主観はさておきですね、これは各所で連携をしていただかないと運用もままならないということで、こちら の検討会自身は、内閣府の防災のところで、各所が集まって行われて、それぞれご協力いただきながら取りまとめることができたというふうに思っております。で私からその最後にお願いとして、もその時に申し上げたのは、ぜひ運用の面でも連携を強めて いただきたいと。もちろん法律ですので主観共感というのはあろうかと思いますけれども、ここで議論したことはですね、やはり各所連携あるいは各分野がこう連携をしていかなければ、この盛土についての安全を守ることはできないということで、それは出席をしていただいていた事務局省庁の皆さんも、そういうことで ご理解いただいているというふうに思っているところでございます。以上でございます。高橋静子君。
ありがとうございます。確かに国交委員会でこの法案をやっているわけですが、先生の検討会は内閣府が主催をしておりましたので、そういう意味では連携というのは非常に大事かなと思って伺いました。でもう一度中井参考人とそれから大橋参考人に伺いたいんですが、実はこの法案がすでにある盛り土あるいは法施行前の計画中の盛り土に対してその危険性を可視化して対策を迫るような効果があるのかどうか期待されるわけですけれども、今なぜ宅地造成法なんでしょうかって聞きましたけれども、現行法の中でも安全確保義務があるわけですよね。でだとすればそれがもう少し生きていればこれまで見てきた災害っていうのがもう少し抑えられたんじゃないのかっていう思いがあるんです。つまりすでにある宅地がそもそもそれは盛り土なわけですよね。大きな意味で言うと中越地震での高町団地や中越沖地震での山本団地、大規模盛り土活動崩落対策事業によって再生した団地がありますが、逆に言えば安全対策が不十分な盛り土でもあったわけであります。古くはねやっぱりニュータウンとして造成をされたと。しかし災害が起こったときに元の造成主がもういない、裁判しようなんて話が出てもだって相手がいないじゃないなんて議論の場に居合わせたこともあります。そういう意味でねすでにある宅地の安全確保が強化されるんでしょうか、伺いたいと思います。中井参考人。この法律が できまして、特定盛土等規制区域が指定されるわけですけれども、指定されるとその区域指定前に行われていた盛土についても、規制の対象になるというようにご理解をしております。したがってまずはその土地所有者に保全の義務がかかるということですし、安全な対策が取られていない場合には勧告や指導ということになってまいります。また新しい、昔の盛り土ですので、現在のその技術基準に適用しているかどうかについても、これも可能な限り現在の基準に適合するように、指導することができるというように認識をしております。したがいまして指定後の盛土だけに適用されるのではなくて、それ以前からの盛土にも適用されると理解をしております。以上です。大橋参考人。今回のこの法律で確かに先ほどご質問がありましたように宅造法の改正という形を取っているんですけれども、実質はもう盛り土にポイントを当てたものとして作り変えているというのが私の認識でして、しかもこの盛り土の問題に対してはこれだけの罰則を盛るだけの強い関心を国として持っているということでサンクションも置いたというような中で の法的な仕組みですので、今までここに勧告って書いてあっても先ほど申しましたように実際の実例はほとんどないような運用実態でした。ですけど今回はこれ体制整備をお願いしますということは勧告も含めてまして改善命令もですねきちっとやるときにはやれるような体制を示してくださいっていうことをお願いして、しかも罰則も強化してますのでそれはやっていただけるっていう前提で、今までとはやはりここは一段階、上がったっていうことだと思います。ですけどその場合に既存のものについての対応を厳しくするということでありますと、すでにできたものがありますので、その場合 の命令発動基準のあり方っていうようなことについては相当慎重に議論して作らないといけないかなという問題は、ここは非常に難しい問題があるように認識しております。高橋千鶴子君。ありがとうございました。最初に中井先生がお話しされたように、昔の盛り土もね、今 の技術基準に合うかどうかやっぱり見る必要があるとおっしゃったこと、私そういうつもりで政府に質問したんですけど、現行法のベースがあるとおっしゃられるので違いが全然見えてこなかったわけなんですね。やっぱりそこがあって初めてね、本当の意味での安全確保っていうことになるんじゃないのかなと、法律を作った意味が出てくるんじゃないのかなというふうに思っておりました。で大橋参考人が勧告
ほとんどやられてないんだよっておっしゃったのは全くその通りだと思うんですよね。それこそ所在者所有者不明土地の問題の時も勧告を書いたこと自体が大きな意味があるからっていうことを私質問したことがありました。本当にそれがね、この先生おっしゃるように躊躇なく議論されて発動されていって正しく運用されたらいいなと思っております。でもう一問大橋参考人に伺いたいと思います。土砂災害警戒区域、特別警戒区域などの開発規制にも近いスキームになるのかなと思っているんですね。例えば2014年の広島での土砂災害、朝北、朝南の地域ですとね、起こってみるとどうしてこんなところに家を建てていたのかなと外から来た人は思うわけです。でも住民は県営住宅が建ったので県が建てるなら安全だと思ったと言っておりました。また宅地造成される前に、沢があったとかいろんなことを全く知らずにそういう情報がなくニュータウンだというイメージでこう入居してくるという状態があるわけですよね。それで土砂災害警戒区域の指定が追いつかないという行政の事情と、真面目に指定していたらもう住むところなくなるよってお話しされたのは実はさっき話題になった呉市の議員さんだったんですね。そうした悩みもあったんだろうと。 ですから今回の法案によってさらに行政の負担も大きくなるとは思いますけれども、やっぱり土砂災害警戒区域っていう既存のスキームが効果的に活用されて、相乗効果になって見える化がちゃんと進んで安全対策になればいいなと思っているんですが、先生のお伺い伺いたい。大橋参考人。土砂災害 その警戒区域はその土砂が流れてきて危なくなる領域にこうかけるんですけども、今回の場合はその上流にあるようなところに盛り土がされると困るというような形で、さらにそれをこう拡大するような形で の区域設定というようなことになりますので、そういうところをきちんとやっていただくということと、今お話ありましたようにこの問題は今日はこの盛り土と命の関係で話してますけども、やっぱりこの居住空間っていうようなものがこのエリアとの関係でどうなのかっていう、その都市法制とも関わるような問題があって、やっぱりそういうそちらの方の居住誘導とかそういう仕組みとこちらの方で出している情報シグナルをそちらでどう受けていただけるかっていうのは、ところの、先ほどから繰り返しているこの制度間の連携の問題っていうようなものもあるのかなと思いますので、そういうところをきちっとやっていただくということと、あとやっぱりこういう規制区域をかけるというときは、やはり促進する方もいますけど、反対の意見も当然出てくるというのが常でありますけれども、反対は主に土地所有権に基づくような主張ですけれども、ただ最近節目が変わったかなと思うのは、地方公共団体レベルでも安心安全というか、とにかくこういうやっぱり命を守るということについての関心というのが非常に高まってきて、他の法制でもいろいろなこう不動産取引 の説明義務のところでもこういうことを躊躇なくこう盛り込むとかっていろんなそういう改正が行われてますので、そういう流れの中でこれもですね、きちっとした区域を設定していただいて全体として統制を取っていただくことが大事かなと考えています。高橋千鶴子議員。ありがとうございます。先生著書の中でね、やっぱり区域指定をされると土地の所有者や居住する市民が地価が下がるなるということで行政担当者が恐れるっていう指摘をされていらっしゃいますよね。だけど災害対策はやっぱり人命に関わることなので、地価への影響といった考慮は横に置いておき、危険な箇所については粛々と指定を進めるべきとおっしゃっていらっしゃる。それは非常に私は共感するところでございます。そういう意味もあって質問させていただきました。で、同じ趣旨でですね、せっかくでその北山参考人に行政の立場からね、やっぱりこの法案には残念ながら必要十分で最小限にということが書かれてあるんですね。で、やっぱり知的財産権をやっぱり過度に制限してはならないということを言ってるんですが、しかし一方では今お話ししたようにやっぱり国民の命を守らなきゃいけないということとの関係ではね、やっぱりそこまで あんまり過度に恐れては、規制を恐れてはならないんじゃないかと、むしろ私は思っているんですが、いかがでしょうか。北山参考人。
はい、まあ、我々大阪府としましても、まさに、まあ、府民の安全安心の確保ということをまず考えるということで、府の土砂条例につきましても区域を指定して、規制をかけるということではなくて、行為の内容そのものでもう全面的に、エリアを決めずに規制をかけるというような手法を、取ったところでございますので、まあ、国におかれましてもできるだけ幅広く、規制がかかるようにしていただけたらというふうに思います。高橋千鶴子君、ありがとうございました。太田参考人にも森林の関係で質問を用意しておりましたが時間になってしまいましたので申し訳ありません。本当にありがとうございました。終わります。